バルチック艦隊、バルト艦隊、バルト海艦隊、バルト海艦隊、ラテン文字転写、ボールタスキーフラットは、ロシア内支給ソビエト連邦海軍のバルト海に展開する艦隊を指す。日本においては、バルチック艦隊という呼び名が広く定着しており、またこれは、日露戦争の際に、ロシアが編成した第二、第2、第3太平洋艦隊のことを指す場合も多い。 すなわち、旅順港に封じ込められた極東の太平洋艦隊を増援するために、上記のバルト海所在の艦隊から戦力を引き抜いて、新たに編成した艦隊を指す、口実。バルト海艦隊は、スウェーデンとの大北方戦争の最中の1703年、ピョートル大帝によって、フィンランド湾王のクローンシュタットで編成された。最初の司令官となったのは、 ノルウェー生まれのオランダ人、コルネリウス・クルイス、コーネリウス・クルースであり、その指揮下で、バルト海海域で大北方戦争を戦った。1714年のハンゲの海戦では、スウェーデン海軍相手に艦隊創設以来初となる勝利を収め、大北方戦争でのロシアの戦勝に貢献した。以後、バルト海艦隊は、スウェーデンやプロイセンとの戦争において活躍する。 七年戦争では、プロイセン軍と、ポンメルニア、東プロイセンの沖で戦い、第一次ロシアスウェーデン戦争では、スウェーン軍と戦ったが、スベンスクスンドの海戦で大敗を起死した。その他には、ロト戦争のために何度も地中海へ出撃したほか、クリミア戦争の際には、連合軍のフィンランド湾侵入を防ぐために戦った。この際に、バルト海艦隊は機雷を活用して、 防戦に成功した。これを開発したボリス・ヤコビ、モーリッツ・フォン・ヤコビをはじめ、バルト海艦隊には、無線通信を研究したアレクサンドル・ポポフ、水雷艇運用の先駆者である、ステパン・マカロフ、航空機を研究したアレクサンドル・モジャイスキーなど、海戦のあり方を変えた数多くの科学者、発明が在籍した。国海まで沿岸まで領土を広げたロシアは、国海艦隊を創設した。 クリミア戦争の結果一度保有を禁じられた後に再保有が認められたがロシア艦艇が国会を出入りすることが認められなくなりバル海艦隊とは艦艇の入れ替えができなくなったクリミア戦争の時点では蒸気船を持たなかったバルト海艦隊は1860年代に入ると南北戦争で海軍を強化したアメリカ合衆国から技術を導入してモニター艦を配備した また、造船省の建設、近代的な軍艦の建造、バルト海沿岸の砲台建設などを推進した。また、極東のカムチャツカ半島や沿海州には独自の小艦隊、シベリア小艦隊があったが、バルト海艦隊からも艦船を抽出して極東に開港させて、軍艦隊を置き、後の太平洋艦隊の母体となった。アレクサンドル三世の時期、セルゲイ・ビッテラは、 北極海に面したムルマンスクが不登校であるため、内海のバルト海でなく、大西洋に面したムルマンスクの方に、太陽艦隊の基地を建設する構想を案した。しかし、1894年に、アレクサンドル三世が母子、ニコライ二世が皇帝に即位すると、ムルマンスク開発案は却下された。代わりに、バルト海艦隊の新たな母港、要塞を、フィンランド湾外の利和、 現、ラトビアのリエパーヤに建設することになった。リバウの要塞建設は、結局日露戦争が始まる時点になっても、完成しなかった。一方、中国東北部へ進出したロシアは、旅順を咀嚼して、母校、要塞を建設し、太平洋艦隊として、文艦隊を、さらに増強していった。同じく、中国東北部を狙う日本が、海軍拡張を行うと、 66艦隊計画、それに対抗するためバルト海艦隊の主力艦は、ほとんど太平洋艦隊に配備され、バルト海に残っているのは、心臓艦と老朽艦ばかりという状況となった。1904年、ロシアと日本との圧力が高まり、2月8日、旅順港に停泊中のロシア軍艦に、日本の水雷艇が、奇中攻撃、戦線復刻は10日。 ただし最古通帳は6日に施行されていたし、日露戦争が始まった。太平洋艦隊と日本海軍は、ほぼ同等の戦力で、ロシア海軍は、バルト海所在の艦艇をも加えることで、戦力的に上回ることを図り、第二太平洋艦隊を編成して、極東方面に増派するとを5月に発表した。司令長官には、自重武官であった、ロジェストベンスキー少将、 公開中に中将に昇進が任命され、主力たるボロジノ級戦艦の完成を待ち10月に出発した。翌年旅順要塞の陥落により、旅順艦隊が壊滅すると、バルト海艦隊の残りの艦からさらに第3、太平洋艦隊を編成し、2月に極東へ送り出した。この結果、ロシア海軍は国会の外に出撃できない国会艦隊を除いて、 戦力のほとんどが日露戦争に動員されることになった。日本ではこれら第2、第3太平洋艦隊を指してバルチック艦隊とコバエも多い。第2太平洋艦隊は北海ではイギリスの漁船団を日本艦隊の待ち伏せと誤認して攻撃するというドッカーバンク事件を起こしイギリスと戦争寸前の状態となった。スエズ運河は日本の同盟国である。 イギリス、日英同盟が支配していたこと、大型艦の一部は、スエズ運河の通行ができないこと、イギリス側の国への寄港ができないこと、希望本ルートの長距離移動では石炭を多く積む、必要があることなどの理由から、第二太平洋艦隊の大部分は、アフリカ大陸南端の希望峰を回り、一部の部隊のみ、スエズ運河経由に分かれ、両部隊は、 マダガスカル島ののしべ白地で合流した。航路上の中立国の港での補給や修理は困難であり、半年間の航海は困難を極め、航海中に多数の乗組員が死亡した。しかし、平均5から7ノットという低速ながらも、本来遠洋航海向けでない駆逐艦など、小艦艇を引き連れての航海は、奇跡の航海として、その後も高く評価されている。 第二、第三太平洋艦隊は、翌1905年5月9日、ロシアの同盟国フランスの植民地である、フランス領インドシナ、現ベトナムのカムラン湾で合流し、ウラジオストクを目指したが、5月27日、津島沖で、東郷平八郎を率いる日本の連合艦隊と、遭遇、海戦を繰り広げた、日本海海戦。2日間にわたる海戦の結果、第二。 第3太平洋艦隊のうち、ウラジオストックに何とか逃げ込めた、駆逐艦以上の艦艇はただ3隻のみ。これに対し日本側の損害は、駆逐艦一致大破、水雷定数隻沈没で、主力艦は中破すらほとんどないという、ほぼ無傷といっていい経済であった。日本海海戦は、おそらく世界海戦史上最も完全に近い、勝敗であり、 各国の軍事研究で広く注目を集める海戦でもある。庭か作りの艦隊であったとはいえ最新衛戦艦4隻を要した巨大艦隊が日本海海戦で忽然と消滅した事実は日本の同盟国イギリスや中海国アメリカすら驚愕させた。また、この大敗が反ロシア帝政の植民地や革命団を大いに活気づけ、やがて ロマノフ王朝東海にもつながった。日本海海戦でバルト海艦隊の主力を創出したロシア海軍は1908年から県艦10カ年計画を推進した。こうしてロシア海軍最初の土球戦艦、ガングート級戦艦が建設されたが、完成は第一次世界大戦中の1914年となり、第一次世界大戦のバルト海の戦いでもほとんど、 行動することがなかった。この間、バルト海艦隊は何度か解明を繰り返されている。1908年まで、バルト艦隊、同年から、バルト海海軍、1909年に、バルト海作戦海軍、1911年に再度、バルト海海軍、1914年に、バルト海艦隊、となった。と、の訳し分けが困難なため、 ここでの日本語訳は便宜上のものである。バルト海艦隊の水兵たちは、ロシア革命において革命側を熱烈に支持し、10月革命でのソビエトの権力奪取を支援した。また、続くロシア内戦や列強による干渉戦争でもバルト海艦隊は戦った。しかし独裁化するボリシェビッキとバルト海艦隊の水兵たちの意見の相違が大きく、 なり、1921年には、クロンシュタットの反乱が発生した。この砲機は赤軍に鎮圧され、多くの水兵がフィンランドへ逃れている。臨時政府軍、ロシア共和国海軍、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国海軍、労能ーー赤色海軍にかけての時代については、1918年に、バルト海海軍、1919年に、赤色バルト艦隊。 1920年にバルト海海軍に改称している。1935年1月11日には赤旗勲章受章バルト艦隊、レッド・バンナ・ボールディクフリートとなった。ソビート連邦の成立後もソ連の置かれた地政学的地位やバルト海艦隊の役割は、帝政時代とほぼ変わりがなかったが、革命によりバルト三国が独立したことで母校は、 一旦レニングラード、原産ンンクトペテルブルク近郊のクローンシュタットに移った。第二次世界大戦中、バルト海艦隊は冬戦争や、独ソ戦で、フィンランド軍やドイツ軍と戦った。独ソ戦初戦では、タリンからの赤軍兵の撤退を助け、末期には、海からソ連軍の攻勢を支援し、東プロイ戦からのドイツの避難船を、潜水艦で攻撃した。リガは、 ソ連、ドイツ、ソ連と支配者を変え、戦後はバルト海艦隊の重要な拠点となった。また、対戦の結果、旧ドイツ領東プロイセンのケーニヒスベルク、ロシア名カリーニングラードがソ連領なったため、バルト海艦隊の母校はここに移った。冷戦期、西ヨーロッパに対するバルト海艦隊のプレゼンスの重要性は増したが、一方で、対戦後のソビエト海軍の主力は、 次第に核ミサイルを搭載し原子力潜水艦に移行し、これらの主力は北極海、ムルマンスク及び極東に配備されたため、バルト海艦隊の純粋な軍事的重要性は相対的に低下した。基本的にはソ連時代と同じ、バルト三国が独立したため、飛び地のロシア連邦領カリーニングラードに集約。レニングラード海軍基地にはバルチースキーザボード、 アドミラルチェイスカイアベルフィ、セーベルナイアベルフィ、アルマーズ工場等のロシア有数の造船所が集中している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。